皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日は筋トレ後にアルコールを飲むと筋肉が分解されてしまうって本当っていう説についてですね、お話ししていきたいなと思います。結論から申し上げてしまうと、筋トレしてる方にとってお酒を飲むことで得られるメリットっていうのは正直なところはありません。筋トレした後にアルコールを飲むことによって、体にどんな影響が起こるのかっていうところをお話しした上で、じゃあどういうふうにお酒と付き合っていこうかっていうような流れでお話ししていきたいなと思います。まず筋トレしている方がアルコールを飲むことによるデメリットなんですけども、5個ピックアップしてみました。まず1つ目がコルチゾールの分泌が増加する、2つ目がテストステロンの分泌が減少する、3つ目が筋タンパク合成の反応が低下する、4つ目、肝臓の疲労、肝機能の低下、5つ目が生活習慣の乱れですね。この5つを挙げさせていただきました。それぞれ1つずつお話ししていきます。でまず1つ目のコルチゾールの分泌増加、コルチゾールっていうのは副腎皮質というところから分泌されているホルモンの一つで、別名ストレスホルモンというふうに言われています。体にストレスがかかったり緊張した状態の時に分泌されるホルモンなんですけども、体にとって緊張状態っていうのは体がこう危機に面しているような状態っていうふうに認識するので、筋肉を分解することでエネルギーを生み出そうというふうに働きかけてしまうんですね。実際それが悪い働きではないんですけれども、筋トレしている方にとっては意図しない状態で筋肉を分解してしまうっていうことはなるべく避けたいかなと思いますので、アルコールを飲むことによってコルチゾールの分泌が増加してしまうっていうことはまず一つデメリットかなというふうに考えています。2つ目、テストステロンの分泌が減少する。テストステロンも別名男性ホルモンというふうに呼ばれているんですけども、筋肉の合成の促進とか筋分解の抑制というトレーニングにとっては嬉しい働きをしてくれるホルモンです。なんですけれども、アルコールを飲むことによってテストステロンというホルモンの分泌が減少してしまう、アルコールを飲むことによるデメリットの2つ目として挙げました。1つ目、筋タンパク合成の反応が低下してしまう。簡単に言うと、取ったタンパク質って基本的には肝臓で分解されて代謝されて体の隅々の栄養になるわけなんですけれども、アルコールを摂取することで肝臓はアルコールの分解を最優先にして働いてしまいます。なので日頃取ってるタンパク質がうまく代謝されないっていうことになりかねるので、肝臓の働きの面で合成の反応が低下してしまうっていうところを3つ目に挙げました。4つ目、肝臓の疲労と肝機能の低下っていうところを4つ目に挙げました。これはもうピンとくる方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、やっぱりアルコールを飲むことっていうのは肝臓に負担がかかる。それに加えて筋トレをしている方っていうのはタンパク質を多めの食生活とかプロテインをお飲みになっている方も多いと思いますので、ただでさえちょっと肝臓に負担がかかっている状態になります。それに加えてそのさらにアルコールによって肝臓をフルに働かせてしまう状態を続けてしまうと、肝臓が疲労していってタンパク質の分解だったり合成っていうのがうまくできなくなってしまいます。アルコールを飲むデメリットあるかなというふうに考えましたので4つ目に入れました。5つ目、生活習慣の乱れ。これはすごいたくさんお酒を飲む方のお話になってしまうかと思うんですけども、例えばお酒を飲むことによって睡眠の質が落ちたりだとか、次の日二日酔いで質のいいトレーニングができなかったりだとか、そういった風にお酒による生活リズムの乱れっていうのも結構密接に関わっているかなと思いますので、トレーニーの方にとっては規則正しい生活習慣っていうのも筋肉作りのためには重要なポイントとなってくるので、生活習慣が乱れてしまうというところもデメリットかなと思っています。でここまでその5つ挙げましたけれども、じゃあお酒とうまく付き合っていくにはどうしたらいいのかっていうお話になります。まず1つなんですけれども、やっぱりお酒があると食欲がね増進してくると思うんですね。なのでカロリーオーバーになってしまいがちっていうところもあるので、飲むお酒に関してはなるべく糖質の少ないものを選ぶっていうのが一つおすすめかなと思っています。糖質の少ないお酒っていうのが焼酎とかハイボールとかウイスキーとかですね、そういった蒸留酒と呼ばれるものをなるべく選んでお飲みいただくのがいいかなと思います。
ます。やっぱり肝臓が疲労してしまうっていうのが肝機能の低下につながってしまうので、休肝日をしっかり設けること大切かなと思っています。理想としては2日以上空けていただくといいかなというふうに私自身は思っていますので、毎日飲むのではなくてトレーニングした日は控えとこうかなとか、お休みの日だけ飲もうかなみたいな風に、飲む日と飲まない日っていうのをしっかり自分の中で決めていただいて、肝臓を休ませるっていうことをまず意識していただけたらなと思います。で、特に筋トレ終わった後に、ビール一杯飲みたいななんていう気持ちはすごくわかるんですけれども、筋トレした日はなるべくお酒は控えていただいて、お酒飲むんだったらプロテインとかしっかりご飯食べるとか、そういったところを意識していただくと筋肉作りには有効かなと思いますので、少しずつでいいので取り入れていただけたらなと。筋トレとアルコールの関係についてお話しさせていただいたんですが、管理栄養士の立場ですが、お酒絶対飲んではいけませんというふうには言いません。やっぱりお付き合いもありますし、筋肉分解してしまうからお酒はちょっと飲めませんなんていうのも言いづらいと思うので、お酒とは上手に付き合っていただけたらなと思います。この動画が参考になったなって思った方はグッドボタンいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。